久保さん、今回ね、本上タスク、なんかノーベル賞を取ったのかな、この人。違うか。ノーベル賞。日本風。ノーベル生理学を取ってますね。まあ、すごい短い一言なんですけど、何ができるかでなく、何が知りたいか。何ができるかではなく、何が知りたいか。これ、すごくいいっすね。シンプルでね。まあ、ネットビジネス、まあ、なんだ、リングで戦う上では、まあ、なんだろうな、なんか肉体戦みたいな、話になるかもしれないですけども、もう、朝倉未来さんが、その、なんだろうな、メイウェザーが45歳にしてあれだけできるっていうのは知っていたら、またちょっと対策だったりとか、まあ、やる量だったりとか、まあ、いろいろと、まあ、その、多くは知らないですよね、多分。まあ、一緒に練習してるわけじゃないですからね、多分。だから、もし知っていたら、また変わってたのかなと。対戦してなかったかもしれないし。おそらく、まあ、わからないですけど、まあ、確かにすげえやつだったけども、メイウェザーっていうのはすげえと。だけど、15歳上の45、あと5年で50歳の、おじいちゃん、おっさんだぞ、俺は30油乗ってんだっていうところが、まあ一理あったのかなと。少なくてもちょっとはあったと思います。でも、メイウェザーとスパーリング常にして、メイウェザーと一緒にもし練習をしていたんだったら、戦おうっていう気持ちになったのかどうか、まあそれはわからないですね。だからまあ知るっていうことは情報戦、要は肉体を使ったとしても僕は情報戦だったと思うんですね。だからまあ戦争でもそうで、相手がどんなミサイル持ってんのかとか、どういうその戦力、何人いるのかとかね。例えば1万人いて核ミサイルも持ってます。それを10人で戦う、さすがに10人は無理でしょうね。だけどまあ無理なんだけども、仮にそのじゃあ1万人に対して10人しかいないと。でまあ、孫子の兵法でも敵を知れ、己を知り敵を知れ、百戦錬磨危なが数それですけども、敵のその状態も知ってて、自分の状態も知ってると。じゃあこの状態でどうやって1万人を倒していくのかっていうのを、一応勝てるかどうかわかんないけど、戦略が立てられますよね、知ることによって。だから結構ね、この知るっていうのが大事で、ビジネスにおいても、商品を売るためにお客さんが何を求めてるのかっていうのを知れば、売りやすいわけですよ。まあ絶対売れるかどうかわからないけども売りやすいってことですね。なんでまあこの何ができるかではなく何が知りたいかっていうのはめちゃめちゃ僕は非常に奥が深いし大事なことかなと思いますね。いってらっしゃい。